セリクザン、イェシャマン、ベトフ。さあポイントを1点、教えてください。まあやっぱり地元これだけたくさんのお客さんの前ですから、はい、ノックアウト期待しますね。あ、さあどんなノックアウトになるのか、あるいはカザフのイェシャマン・バトフ、どういう戦いっぷりを見せますでしょうか。イェシャマン・ベトフはこれが24戦目になります。一方パッキャオは39戦目です。この場所はね、そのマニラで有名なホテルがあるんです。マニラホテルって言って、昔あのマッカーサ元帥がですね、ずっとそこを、自分のその、まあ、一種の住宅にしてたんですよね。滞在してたんですけど、はい、それの前にルネタ公園っていうのがあるんですよ、ね。そこずっとその使ってるんですね。さあ試合が始まっています。マニーパッキャオ、セリクザン、エシャマンベトフ、現地から届きました映像そのままご覧いただいています。残念ながら現地の実況が入ってしまっています。ご了承いただきたいと思います。今背中を見せていますのがカザフのイェシャマンベトフです。まあ、サウスポーの方がその世界チャンピオンのパッキャオですね、はい。まあ、なんといっても見るべきはこの攻撃力、マニーパッキャオ。おお、カザフ、セリクザン、イェシャマンベトフ、右ボディブローです。上からの映像です。たまにはいいんですが、こう続いてしまうとちょっと見づらいところもあります。おお、インサイドから入りました。右、マニーパッキャオ。マッキャオは現在のタイトル3度目の防衛まで来ています。そして4度目の前に1つ、このノンタイトル戦を挟んでいます。左ストレート、そしてまた右ワンツー。マニーパッキャオ、スピードありますね。浜さん、こういったやり方になるとパッキャオ本来の持ち味出ますね、はい。大きく左で入っていってるんですね、はい。それがまだ連続して打つんですね。重たいパンチを放つイェシャマン・ベトフという情報があります。その前にガンガンいってるマニパッキャオ。おっと、今みたいに思いっきり左で入ると、はい、あれがパッキャオの、まあ、パターンですね。いやー、お客さんも喜びです。第1ラウンドからダウン、これは早いかもしれません。これ左強いですね。左がもう決定打になっています。パンチくぐりました。ちょっとイェシャマン・ベトフ形が崩れつつあるなと入りました。聞いてますね。流れつけます。たとえクリンチされようが左で切り離してしまいます。わーっと、なんとかなんとか食らいついてイェシャマン・ベトフ攻撃をしのぎました。さらに、うわ、今日のマニーパッキャオはいつも以上にアグレッシブです。ここでゴングです。あっという間の3分間、第1ラウンド終了しました。ダウンがありました。10対8、パッキャオですね、はい。どうですか小泉さん、今日のパッキャオは。まあ、いつもと一緒ですね。いつも一緒ですけど、うん、まあ、こういう八方破れのそのまあ1ラウンド目ですね。1ラウンド目、特にその出てくるんですよ、ね、その普通いい選手っていうのは右のリードがうまいとか、はい、そういう意味でともかく左を叩きつけていくわけです、とかね、結構それが当たるんですよね、うまい選手とか、はい。この試合はハイライトでご覧いただいています。2ラウンド割愛させていただきます。第3ラウンドに入りました。まあ、勢いとしましては小泉さん、2ラウンドも一緒だと。そうですね、プレッシャーかけ続けてですね、はい。マニアパッキャオ、とにかくもう左を中心に攻め込んできます。落ち着いた表情を見せています。イェシャマン・ベトフもなんとか2ラウンドを経まして、取り戻そうかなというところまで来ていますが、まだまだ勢いはパッキャオにあり、あまりにも会場が大きいので大きなビジョンも用意されています。まあ、これは当然の計らいかとは思いますけれども、公園全体を使っているようなそんなところです。左ストレート、もう一回いきます。とにかく左中心、
but not by Manny Pacquiao, but by himself. パッキャオの浜さん攻略法としてお右左に飛びします。どういう攻略法がまず思い浮かびますか。パッキャオの体勢ですか。パッキャオの体勢で振りが大きいですからね、はい、雑なんですね。ですからディフェンスも、まあ、今攻撃がディフェンスになってるわけですからね、はいはい、まあ、最大の防御というんですかね、それにはなってますけど、パッキャオが打っていくところというのは迫力あるからみんな打ち返せないですけど、向こうはある意味で目のいい選手だったら打ち込めそうなところあるんですよね。とにかく勢いはどの選手を迎えてもご覧のような勢いを出します。まあ、今回はフィリピンマニラで行われています。この辺も若干手伝っていつもより若干攻撃的にも見えるんですが、先ほど第1ラウンドにはすでにもうダウンを一つ奪っています。もう小泉さん、このパッキャオというのはタイトル取る前からずっとこうなんですか。もうこのボクシングですね。じゃあもうかなりの勢いを、持ってデビューして、そしてチャンピオンに上り詰めたわけですね。まあ、ルイス・デスピノサがそのチャンピオンの時ですね、一緒によく練習したこともありますし、ああそうですか。カルロス・リオスとの5度目の防衛戦のセミファイナルでパッキャオ、その当時の東洋太平洋タイトルマッチしたことあります、ね、じゃあ小泉さん、それこそ本当によくご存知なわけで、ただ、ね、そのよく打たせるんですよ練習ではね。そのパンチはあるんですけどね。あ、練習でかなり。あ、そうですか。という今のお話ぶりだと試合のが強いんだよというそんな風にも取れたんですか。そうですね、実戦向きですね。はあ、やりにします。低く滑るように入ってきました、カザフのセリクザン、イェシャマンベトフ。マさん、このエシャマンベトフどうですか。いや、まあ、やっぱり1回目にダウン取られましたからね、まあ、それからずいぶん回復はしてきているところがありますけど、そうですか、まあ、ある意味では飲まれているところがあるんですよね。あ、またまた続けます。その前に浜田さん、いやーとなんかおっしゃりかけましたね。それは何を言おうとしたんですか。まあ、この選手はですね、まあ、普段距離を取ったところあればうまいと思うんですけどね。今日は取れない、距離を取った間を取っていればうまいところ出るでしょうけど、これだけ強引に入られると自分のホームが崩れてしまうんですね。小泉さん、どうでしょう。ポイントはポイントは10対9ですね。そのパッキャオですね、はい、あの左がですね、結構うまい選手も食うんですよね。リーロレジャバやる前なんかです、ね、はい、私は今日なんかとてもレジャバに勝てないだろうと思ってたんです。レジャバあの評価高かったんですもん ね、その攻防権利で。ところがあの八方破れの左ストレートがですね、ものの見事に当たりましたもんね。八方破れマニーパッキャオ、第4ラウンドです。スタイルはこのノンタイトル戦でも一緒です。まあ、まさか3階級上げて体力通用すると思わなかったですね。そうですね、全く違和感ないですもんね。むしろ体重上げて一段と体力でもあついましたね。あ、なるほど、本人にとっては良かったのかもしれません。以前はフライ級で、今ベルトを持っているのはスーパーバンタムです。ですからスーパーフライ、さらにはバンタム、スーパーバンタム3階級上ってるわけですね、上がってるわけですね。例えばですね、この選手の技術的欠点っていうのはですね、右のジャブ出した時に左のグローブっていうのは顎の横につけないといけないじゃないですか。はい、ジャブ出した時に外側行ってもう真ん中開いてしまうんです。それがフライ級の時から治ってないんです。それそう、あと右がパクッと体ダウン。だから今打ちに行ってるところですよね。マニー・パッキャオなんとダウン。真ん中ストレート来ましたね。その前に小さな一発もありました。そしてついにダウン、右をもらってしまいました。攻撃しているところはああいうところがあるんですね、パッキャオの場合は。今小泉がちょうどおっしゃっていたそんなところでしょうか。右を出した時に逆の手でですね、自分を守ってないんですよ、防御してないんですよ、アイちゃんですね。さあ攻め込まれています。これは大変なことになりました。これはタイトルかかってませんけども、ね、あの大事ウエイトも上がっているわけですけれども、これはちょっとそのチャンピオンの名前に傷がつきます。まだ、ますね、まだ十分時間あります。さあこれからがセリクザン、イェシャマンベトフ、力の見せ所です。
looking to finish off Manny Pacquiao. その吉島ベトフ、言い忘れましたけども顔が随分腫れております。この左をいっぱいもらってます。Down here in the fourth round. お左当たりません。まだ効いてるんでしょう。He's certainly off. まあ当たれば今のパンチも強いですよ。振りは速いですからね。そうですか。当たりません。でも当たりません。イエシャマンベトフもね、そう急にパンチが当たったもんですね。ちょっとやっぱり狙ってるっていうところありますね。だから硬くなってるんですよ。一気に逆転勝利狙っていますか。それは当然狙いますでしょう。Where Manny Pacquiao was floored in the fourth round. Pacquiao がパンチを繰り出すうちに、なんとなく取り戻しつつあるようです。Manny Pacquiao. Referee now. Referee が interrupting the action. レシャマンベトフの方を見てますね。And he's asking for the ringside physician to check that left eye of Cedric. No, rather, it's a loose tape. It's a loose tape on his glove. But you take a look at the left eye. 今ね、実況の意味もありましたけど、左の目の方に注意がいったのかなという。だったんですがテープだったようです。カウンター right hand. Manny Pacquiao careless. まもなく4ラウンド終了です。ああいうちょっとした休みがですね、やっぱり助かるんですよね。元気出ましたね、パッキャオ。わあと元気いっぱい元気回復しています。第4ラウンド終了しましたが、パッキャオダウン。セリック went down in round number one. Pacquiao went down in round number four. まあポイントは10対8。レシャマンベトフのポイントですね。まあパッキャオ反撃しましたけど、あの程度の反撃ではですね、10対8を10対9に縮めるには足りませんよね。うわ。いや、アマさん本当にガードなかったですね。攻撃してるとこの選手は攻撃力で勝ってますけどね、打たれる隙はたくさんあるんですね。ただあの攻撃が迫力あるんでみんな振ってこないですね。第5ラウンドに入りました。これは試合として、面白みが出てまいりました。両選手がダウンを期しています。ダウンの取り合い聞いた後 の, あのテープを外れて、直したところはパッキャオ救われましたね。あれだけで随分違うもんですね。違いますよ、苦しかったところでしょうけども、パッキャオテープに救われました。パッキャオガードを上げてます。まあ、最初は上げてるんですけども、もともとガード高いですね。打ってる時ですよね。オープンガードになりますから、気前が良くなってしまいます。マニパッキャオまた始まりました。まあ思い切りがいいですよね。技術的には決してそんなに優れた選手じゃないと思いますけど、まあ、パワーがありますよ、やっぱり一つ飛び抜けたものを持っていますとチャンピオンになります。マニパッキャオ、おー、で打ち込む時のですね、結構危ないですよ。相手右のカウンター取ってくるかも分かりませんけど、思い切りがいいんですよ、パッキャオの場合。これまたテープでしょ。これはエシャマンベトフ、パッキャオにどんどん余裕を与えてしまいます。それでなくても押し込まれていたんですが、まあ、これは自分が休む時間にはいいかもしれませんが、あの辺りって水が濡れるとどうしてもやっぱり晴れてくるんですかね。そうですね。これは時たま自分を救いますが、あるいは時によっては相手を大いに助けてしまう時もあります。まあ、それ以上にファンの皆さんはちょっと水が入りまして、気が抜けてしまうものですが、おお、いたの、あたたたたた、今の喜び方は浜さん聞いてたんでしょうかね。うわ、お客さんすごい大喜び、騒ぎをしています。まだ1分20秒ありますから、ありますからね、決まりそうですね、このラウンド。いきますいきます、とにかくもう左でどんどんいきます。一発当てればいいですね。ふわっと踏みとどまれません。ああ止めましたね。試合終了です。もうこれ以上やっても勝負ありだということでしょう。ダウンラウンド、第5ラウンド途中で試合終了であります。Manny Pacquiao the victor, but he had his scary moments, Popoy, in round number four. 最初のダウンでしょうか、これは。Went down. そうですね。Pacquiao unloading, finally. サルネタマアリガン、マニラメイヤー。特に左ですね、当てる感はあるんですよ。ほとんどこの左だけで勝ってきたという。そうなんですね。Mayor Abalanja calls a halt to the bout.The time 1:52 of the fifth round. Your winner by technical knockout, Manny